はい、ということでね、まあ、毎回恒例なんですけど、また今日もですね、中古市2日目を終わってという感じの動画を撮ってみたいと思います。まずは何より APS-C シャツ販売中です。さて、だいぶ減りましたね。まずマック堺レビュー品、これだけになってしまいました。じゃーん。はあ、完売と言ってもいいんじゃないでしょうかね。さて、まずね、APS カップじゃねえや。中古市、ここは明日はですね、日曜日ね、いよいよ最終日です。6月のね、明日は7時までということになりますね。ここの会場ね。はい、よろしくお願いします。また後で言うと思いますけど。さて、特化品の方はですね、タクティカルの KC、黒の方が残ってるんですね。あと9ミリ機関拳銃もラス1なんでしょうか、これ。まだあんのかな。M&P、ゴールドマッチ、デトニクス、そして PPK じゃない。つい PPK って言っちゃうんだよな、これ。P99 のサイレンサー付きね。そして、パイソン。ここら辺はまだありますが、ほとんどなくなってしまいました。あと Q3R がね、あるんですね。Q3R2 ヘビーウェイトモデル。これはちょっと特価で売っております。いやー、昨日、これサムネっつうさ、あれを勝手にね、YouTube の、アップすると、まあ自分で決めることもできるらしいんですけど、面倒くさいんで、そういうのやってないんですけどね。これになってましたね。さすが人気者。さあ、つうことで、トレーニングガン。これ実際買うと高いんだよね。マウントとかんだね。ざーん、ゆっくり見てみましょうか。国際の金属モデルガンフレームなんつうのもありますね。こんな感じですね。ゼロ戦。まあ、また見てみましょうか。いくらか減ってるんでしょうかね。おっと、電池がありませんよ、これ、電池が。ちょっと電池を一回補充しましょう。はい、ちょっと電池を変えてみました。さあ、行ってみましょうか、また。ベルトと帽子。そして、いくらか減ってますね。ここにあった2つがなくなってますね、これ。これはいつもある気がすんな。これ昔2800円でしたね。なんか値段覚えてんな、こういうのって。アリスパック4800円ですって。ミニアリスパック2100円。まあ、いろいろありますね。ああ、今日はね、飲んでないんですけど、食べ過ぎちゃってね。お腹パンパンっすよ。ステーキを食べちゃいました。1000円、キャリングバッグ、立て持ちハンドル付き。さて、そして軍装品、ここら辺は何も変わってないような気がすんな。ってことは売れてないってことだな、これ。いくらか減ってんのかな。じゃーん。感じでね、並んでおりますね。いくらかは減ってるような気がしますね、これね。こういったところも。そんなことねえか。3日間、まんまかな、これ。
ますね。なんでここになったんでしょうか、今。じゅんじゅんじゅん。じゅん。ほう。ハドソン。ほう。ハドソンじゃないんだ、これ。バトンさんのだ。ガス漏れ。おりますが、あとはこの真ん中の島、これなんかコメントいただいた方いましたね、これね、これ取れるんだ。なんですかね、これぬいぐるみですよね、これ言ってみればね。減ってるな、何気に。この中で一番の売れ筋はこれだったりして。さあ、ということでね、ゴーストギア、いくらか減りましたね、これね。ブレードテック、ウルスター。さて、といった感じで並んでおります。食べ過ぎた、何回言ってんだ。まあこんな感じでやっておりますが、来月はどうなってるんだろう。あれ、カレンダーなくなってるじゃない。あれ？カレンダーがなくなってますね。なんでないんだ。来月はいつなんですかね。書いといた方がいいんだけどな。まあ、後でちょっと調べてみましょうか。ということでね、中古市もいよいよ、とりあえず6月の中古市、明日で最後ということでね。いやー、全然練習してないんだよなー、APS カップの。これね、いつも打ってるとこなんですけどね、こうやってね、ずらーって並んでるんですよ、これ。クラブマッチの優勝者。何回も優勝してる人もね、出てるんですけどね。次ね、どこにどうやって貼っていこうかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず、その話は関係ないですね。ということでね、25日の日曜日、午前10時から、終わりのがね、午後7時までということにさせていただきますので、よかったら、早めに来ていただけたらなと思いますが、だいぶ減っちゃいましたね、商品ね。まあ、嬉しいは嬉しいんですけどね、ちょっと寂しい感じでもありますね。はい、ということで、赤羽フロンティア、6月のね、中古市の、2日目を終わってという動画を撮ってみました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。